医療機関のお役立ち情報をお伝えするフリーチャンネルようこそ。こんにちは、川村信也です。今日はですね、事務長まっちゃんシリーズでふるさと納税何買ってますっていうところです。プリュームレディースクリニックの松本家のふるさと納税ということなので参考にしていただきたいなと思うんですけれども、結構巷で流れるおすすめ品ってだいたい1万円くらいのボリュームのふるさと納税が多いかなと思うんですけれども、開業している皆さんですともう少しふるさと納税の額が出せるかなというところで、まあ、そういったところも含めたまっちゃんなりのおすすめをですね、今日は9品ご紹介するようにいたします。まっちゃんのうんちくは聞きたくないよという方は概要欄を見ていただければ9品並んでるんですけれども、さすがこのチョイスだなという、私では頼まないけど面白そうだなと思ったのがこういくつかありますので、ぜひですねまっちゃんのおすすめのところもですね聞いていただいてご参考いただければというふうに思います。それではどうぞ。はい、これからの時間はですね、隣にいるですねプリムレディースクリニックの松本事務長のまっちゃんにですねお越しいただいてます。まっちゃん、よろしくお願いします。事務長のまっちゃんです、よろしくお願いします。今日は何をご紹介してくれますかのところで、ふるさと納税何買ってますか、まっちゃんバージョンを教えていただくということなんですけれども、まっちゃん、これふるさと納税、まあ、活用されているドクター多いかなと思うんですけれども、松本家でも当然活用しているという感じなんですね。松本家ではもう10年以上前から毎年やってますね。そういうのにこだわるようになったきっかけみたいなのあるんですか？地方と都心部での収入格差というのはすごく問題だなというのは思ってまして、うん、例えば有名なのは夕張市が破綻をしたことですよね。どうしても地方の自治体は税収をなかなか上げられない中で、私自身はこのふるさと納税という仕組みはすごくいいものだというふうに捉えてますので、できるだけその土地土地の特産品をいただいて、いつか実際にそこに食べに行きたいなというような考えでやってます。そうするといろいろ予算を決めたり探すっていうことなんですけれども、どうやってそういうのを見つけに行く感じなんですかね？今は楽天のふるさと納税を使ってやっています。はいはい、私のこうふるさと納税のこう返礼品の選ぶポイントなんですけれども、絶対おいしいの分かってるけれども、なかなかパッと手に入らないような、そんなものを選んで返礼品としてもらっています。金額これぐらいにしてるとか、なんか予算みたいなの決めたりとかしてるんですか、一品あたり？特には決めてないですけれども、開業してからはですね、従業員にこう持って帰ってもらえるようにちょっと多めに届くようにはしています。クリニックにこう届いて、これじゃあ何個ずつ持って帰ってねみたいな、そんな感じで。スタッフの士気を高めるためのものとしても活用してるっていうことなんですね。基本的にみんな美味しいものは好きなので、ふるさと納税がいいなと思うのは、自治体にとっては自分の自治体をこうアピールするいいこうツールにもなってると思うので、送ってきてもらうものは自治体が自信のあるものを選んでいるなと思っているので、そうするとみんなが美味しいものが食べれると、そんな感じですね。なるほど。早速実際にもらってよかったものを紹介してもらおうと思うんですけど、事前にですねまっちゃんからいくつかですね候補をいただいてますので、順不同になりますけれども紹介してもらおうと思います。まずはじめに紹介してもらうのが、愛知県の碧南市、たった3ヶ月しか食べられない幻のファーストトマト6000円ということで、トマトの返礼品。はい、ファーストトマトというトマトは実は昔は一般的にこうすごく流通していたトマトということらしいんですね。はいはい、形が横から見るとハートのような形をしているんですけれども、はい、ただこのトマト味はすごくいいんですが、日持ちをあんまりしないということと、はい、あと形がそうやってちょっといびつなので、うん、農家の方が出荷をする際に形が揃っていたりとか気持ちがするものの方が取り扱いがしやすいということで、今はまあ桃太郎というトマトが一般的に、で熊本とかああいうところが多いですけれども、実はもともとはこの愛知県でこのファーストトマトっていうのが美味しくて全国の流通をしていたということらしいんですね。どんな味のトマトなんですか？めちゃめちゃ甘いです。果物のような甘さのトマト、はい、もう本当に2個でも3個でもバクバクいけちゃうような
美味しいトマトです。なるほど。この幻のファーストトマト、確かにまあ6000円定価にすると多分1000円とか2000円ぐらいなんだと思うんですけれども、買うっていうとこまでいかないけど、これ返礼品だったらちょっと試してみようかなっていう、まあ確かにちょうどいい感じのところのチョイスだなと思いました。次の返礼品行ってみようと思うんですけれども、新潟県長岡市の日本酒久保田飲み比べセット720ml×6本5万円ということで、僕も抹茶もお酒好きですからなんとなく分かるなと思うんですけれども、どういうのが入ってる感じなんですかね。一般的によく見るのが久保田の千寿とか、はいはい、でまあ、ちょっといいところに行くと万寿があったり、はい、高寿があったり、うん、あと碧寿も入ってましたし、あと大吟醸も入ってましたね。結構アッパーランクのものの飲み比べができるっていう感じなんですね。そうですね、久保田ね、やっぱり美味しいお酒としても有名ですし、はい、5万円でお酒を買うことはなくても5万円の返礼品で届くと飲み比べて味の違いを楽しんだりもできるので、これは何回か返礼品としていただいています。これは確かに僕もお酒好きなのでちょっと次候補に入れてみようかな。でもちょっと高すぎてうちの家内に怒られそうですけれども、ちょっと私の中でもちょっと留めておこうかなっていう一品でした。で次がですね、宮崎県えびの市のえびの高原牛テールカレーセット1万円ということで、これはあのレトルトカレーがいくつか入ったセットっていう意味ですね。これでも1万円ってまあまあカレーにしては値段が張るなっていう感じですけれども、それを超えて良いっていう感じなんですね。牛テールのカレーなので牛のこう旨味がルーの中にこう溶け出していて、はいはい、ものすごく美味しいです。でこれはなんか6パックがセットになってる感じなので、従業員さんにじゃあこれ持ってってよっていうこともできるし、まあ、自宅で好きな時に食べるっていうこともまあできるというところで、まあ、1パックにするとまあ結構な値段になりますけど、これこそ返礼品のまあ醍醐味っていうことで牛テールカレーセットということでした。あとですね、うちのクリニックはあのお昼ご飯用にレトルトのカレーとかいろいろ置いてあって、それまあ1人1つ食べていいよっていうことにしてあるんです。なのでそこにこの牛テールカレーは基本的に常備してます。おお、すごいな、結構いい昼食のレトルトになる感じですけれどもはい、ありがとうございます。次行きましょう。香川県東かがわ市の空浮きいちごっていうんでしょうか、13,500円、いちごが来ました。割といちごで有名なのは福岡とか、まあ、佐賀県とか、あとは栃木県とか有名ですけれども、香川県のいちごですか。しんちゃんが言ったように、まあ、有名なのは福岡のあまおうだったり、うんうん、佐賀県の佐賀ほのかとか、うん、あとは栃木のとちおとめとか、はいはい、すごく有名なんですが、この空浮きいちごというのは香川なのでさぬき姫っていう品種のいちごなんですね、うんうん、空浮きいちごって結構珍しい名前ですけど、これなんで空浮きいちごなんですか。栽培方法が、うん、こう高いところにこう苗を置いて、その高いところからこういちごがこう空中でぶら下がってできるというところから空浮きいちごと命名をされてるみたいなんですけれども、うん、一粒一粒が本当に大きくで大きい、はいはい、甘みも強い、あまおうとか割とこう酸味が強かったりしますけれども、はい、空浮きいちごは甘みがすごく強くてですね、はい、あの本当に美味しくて僕もびっくりしたので、はい、今回ちょっとおすすめさせていただきました。何パックか来るような感じなんですか。8パックぐらい多分入ったと思う。まあ、結構来ますね。なるほどなるほどなるほど。香川県の空浮きいちご13,500円、まあ、紹介してもらいました。次長野県豊岡村桃暁15,000円、桃をおすすめする、まあ、私自身がですね果物すごく好きなんですけれども、はいはい、中でもさくらんぼや桃はすごく好きな果物でして、はいはい、まあ、うちの妻院長はですね岡山県が出身で、はい、桃というとこう岡山っていうイメージがありますけれども、うんうん、長女と小学校の地理の勉強をしていた時にですね、はいはい、桃の県別の生産量っていうのが出てたんですね。でそしたら上位3県の中に岡山が入っていなくて、なるほど、びっくりしたんです。桃太郎では有名だけど桃の生産だと他の県だっていう感じだったんですね。そうなんです。桃の生産量1位が山梨県で、うんうんうん、2位が福島県で、はい、実は3位に長野県っていうのは書いてあったんですね、はいはいはい、そこからこう長野の桃をじゃあ一度食べてみようかというので、うんうんうん、ふるさと納税で返礼品でもらったところ、とても甘くて毎年頼んでます。毎年頼むくらいの
桃だということなんですね。毎年頼むぐらいの桃です。なるほど。これはあのちょっとびっくりするぐらい甘かったですね。なるほど。15,000円、まあ3分の1程度だとしても5,000円の桃というと、まあ本当に贈答ぐらい、自分用に買うってなかなかできないかもしれないですけれども、ふるさと納税だったらまあ買えそうだなというところですね。次、北海道石狩市徳光コーヒーゼリーアイスコーヒーセット10,000円。北海道のコーヒーということですけれども、はい、これはなぜ？コーヒーゼリー好きなんですよね。なるほど。探してたら見つけたんですけれども、はい、ここのコーヒーゼリーは甘くない、自分でこうシロップとミルクをこうかけて、まあ甘さを調整なんかもできるタイプのコーヒーゼリーなんですけれども、はいはい、でこのコーヒーゼリーもすごく美味しいですし、コーヒーゼリーが6個とアイスコーヒーがこう1本ついてくるんですが、はいはい、このアイスコーヒーがすごくスッキリとしていて飲みやすいんです。なるほど。神戸も結構うまいコーヒー屋たくさんありますけれども、その神戸在住のまっちゃんが推す北海道石狩市のコーヒーということで、コーヒーゼリーとアイスコーヒーのセットを今ご紹介してもらいました、はい、で残り3つになったんですけれども、残り3つのうち1つが長野県高森町皮ごと種出しぶどう長野県産長野パープル16,000円ということで、まあ、長野のぶどうもちろん有名ですけれども、これこそ先ほど院長先生の岡山の方がぶどうといえば本場じゃないかなっていうふうに思うんですけれども、あえてこれ長野のやつを買った感じですか？まあ、岡山確かにあのマスカットだったりピオーネすごく有名なんですけれども、うん、はいはい、これ長野パープルは去年初めて頼んだんですが、皮ごと食べれる種なしぶどうなんですね、はいはいはい、皮が全く気にならないぐらい舌触りもいいぶどうですし、はいはい、甘みもすごく強くて、これもバクバクいけちゃう感じです。岡山県人も応援しちゃいそうなぶどうだっていう感じなんですね。長野パープルってご存知でした？聞いたことはもちろんあります。僕は知らなかったんですけど、はいはい、食べてびっくりっていうことで今回ちょっとリストに入れさせていただきました。ありがとうございます。残り2つなんですけど、残り2つはちょっと解散系でいきまして、1つが大分県佐伯市の大分豊後水道産天然石鯛34,000円。石鯛がどういう状態でこれ来るんですか？はい、これそのまんま来ます。そのまんま1匹ドーンとこう来る感じ？1匹ドーンって来ます。34,000円で考えたとしても、普通に買っても10,000円ぐらいする天然石鯛、まあ、それはうまかろうよっていう感じですけど、どんくらいの大きさなんですか？石鯛ってあんまり魚屋で並んでる姿って見ないですよね。でお寿司屋さんのいけすの中にこう泳いでるイメージはあるんですけれども、石鯛ってこう大きくなると特徴的な縦の縞模様が消えて、うん、口が黒い口黒っていう状態になるんですが、今まで2回頼んで2回頼んだも60センチ弱ですね。55から60センチの間ぐらいになる。かなり大きいですね。でも調理しようと思っても結構一苦労しますね。そしたら頑張ってさばきました。なるほど。ちなみにどうやって食べたんですかこれ？まず、まあ、3枚におろして、うん、昆布締めにしたのと、うん、刺身にしたのと、内臓は、まあ、きれいに洗って煮付けにしたのと、うんうん、塩焼きにしたりとか、はい、1匹だけど結構いろいろ堪能できるぐらいのボリューム感があるってことなんですね。そうですね。家族だけでは毎食1台みたいな毎食1台がある程度続いちゃうぐらいのボリューム感ってことなんですね。かなり大きいけどかなり美味しかったです、まあ、確かに1匹1枚の魚ってなかなか手が出ないですけど、返礼品であればっていう感じがします。で最後、島根県浜田市幻の高級魚ノドグロかっこ鮮魚かっことじの36,000円。これノドグロが何匹か入ってる感じなんですか？重さで、なるほど、まあ、大きさによって若干変わるんですが、これもまあ何度か頼んでるんですけれども、まあ、4匹から6匹ぐらい来るイメージ。ノドグロは僕も知ってる高級魚ですし、私は結構脂の乗った魚が好きなので、もちろん生でも焼いてもということなんですけど、これはどうやって食べた感じですか？基本的には煮付けにして食べることが多いですけれども、うんうん、はい、学生時代の先輩が料理人やってる先輩がいるので、はいはいはい、
そこのお店に持って行って焼いてもらったり、はい、スクリーンにしてちょっと皮目を炙ってもらったりとか、まあそういう風にして食べたりもしてます。そういう楽しみ方もこうありそうですよね。今日9品紹介してもらったんですけれども、この中であえてベストリピート賞みたいなのを決めるとしたらどれですか？どれもこう甲乙つけがたいんですけれども、一番多分頼んでるのは、はい、のどぐろです。あ、のどぐろ。ちなみにどれくらい頼んでるんですかこれ？桃とかはね、毎年頼んでもこう時期が決まっているので、はい、ただのどぐろはそこは少し長く頼めるので、まあ年に3回ぐらいは。そんなに頼んでるんだ。さっき言わなかったんですけど、1台はあのそのまま内臓も全部ついてくるってい いう話だったんですが、のどぐろの場合ですね、例えば鱗処理とか、はい、内臓処理とかお願いをしたらそこもしてくれるんですね。でも肝は食べたいから肝はつけてってお願いすると肝はちゃんとついて、すごいな、結構至れり尽くせりな感じで来るんですね。結構扱いも楽ですし、はい、何よりもまあね、脂の乗ったのどぐろすごく美味しいですので、いつかこの島根県浜田市に行ってのどぐろ食べたいなって思ってます。はい、まあ、これ浜田市の人が聞いたらすごく喜んでくれるんじゃないかなと思います。え、今日はまっちゃんにですね、ふるさと納税どういうの買ってるっていうのを聞きました。まっちゃん今日もありがとうございます。しんちゃんどうもありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。まあ、何の参考になるかわからないんですけれども、冒頭にも申し上げた通り1万円くらいのっていうのが多分一般的なボリュームゾーンだと思います。ご商売をされている場合、もしくはご開業されている場合ですと、もう少しですね、返礼品使える額っていうのが増えると思いますので、1万円から例えば3万5万っていうところも視野に入れられるかなと思うんですけれども、撮影の後まっちゃんが言ってたんですけれども、1万円くらいのボリュームが多いとすると3万円5万円の人ってもしかするとあんまりいない。そうすると返礼品を送り出す業者さんにとってはありがたいお客さんになるかもしれないです。1台は取れ次第送るみたいな感じだったので、わざわざ電話が来て明日いますかみたいに言ってくれたそうです。あ、なるほど、そうやって鮮度の高いまま送られてくる、これは結構価値が高いなというふうに思いました。ちなみにですね、リピート率が高い第1位がのどぐろだったんですけれども、2位が多分桃でして、3位がですねコーヒーゼリーだそうです。コーヒーゼリーは常時ストックしておいて、ストックがなくなったら頼むって言ってました。まあ、それぐらいこうリピート率がこう高いような形だったんですけれども、自分の好きなもの、普段買えないようなものを頼んで楽しむっていうのも一つありかもしれないですし、プリウムさんがやってるようにクリニックでそれを楽しむっていうのも悪くないかなというふうに思います。もし皆さんがこれおすすめだよっていうのがあったらコメント欄に書いていただけるとありがたいなというふうに思いますので、こういったこう情報を皆さんで共有できるといいかなというふうに思いました。今後もですね、事務長まっちゃんシリーズはちょっと緩めな感じで聞きやすい感じでお伝えしようと思いますので、ぜひチャンネル登録としていただいて応援していただけると幸いです。それではまた次回。